Hello, Kella here. Welcome to my recording of Book 3 of Twisted Wonderland. Let's get on into it. Cramming session, huh? Ooh, into the mirror. What an intense storm. Hurricane again, stand fast, secure the rigging. Hey, it's Ariel. Hi, Ariel. Look, he's breathing. Eric, a girl rescued me. She had the most beautiful voice. My heart, oh, how it pounds. Yes, I know it. The day will soon come. Part of your world. Ah, flotsam and jetsam. Have we actually finished cleaning up the ramshackle dorm? It actually looks not ramshackle anymore. There's no cobwebs or planks nailed across the windows anymore. Why was I dreaming about a storm? If there's two choices, it's a trick question. Aw, Grim. Rise and shine, Grim! かけるんじゃねえんだぞ。びっくりして覚えたこと忘れちまうじゃねえか。今日は期末テスト最終日だぞ。Oh, the last day of final exams. So we've had a bit of a time skip since, Azul said at the end of the last one that final exams would be Octave and Elle's thing. 俺様たちは二人で一人なんだから足引っ張るんじゃねえぞ。I forgot that we were one student. Time to get dressed and hit those exams. そこまでだ、子犬ども。お利口にペンを置いて、答案用紙を前に回せ。このクラスの期末テストは、これで全科目終了だな。イエーイ！Yay! Exams are over. お座り。はしゃぐのはまだ早い。テストの結果が悪かったバッドボーイどもは。I'm not sure I like cruel treating me like a dog. ウィンターホリデーを補習で棒に振ることになるから、覚悟しておけよ。では。It's over unless you fail this. やれるだけのことはやった。あとは結果を待つだけだ。俺様にかかればこんなテストちょろいんだぞ。ん？お前らいつも筆記試験の後はこの世の終わりみたいな顔してるくせに、今回やたら自信あるじゃん。今回の俺様は今までと一味違うんだぞ。今から大天才グリム様、俺に勉強を教えてくださいっていう準備しとけよ。残念だが今回は僕も自信がある。悪いが勝たせてもらうぞ。いつも赤点ギリギリで泣きべそ書いてるやつらが言うじゃんか。Yeah, what happened to you, sir? ま、俺も今回は余裕だったんで負ける気しないけど。You must all have studied hard, or Grim, you did one last minute cram session. Grim, you did one last minute cram session. 俺様ほどの天才となると、お前みたいに机にかじりつかなくても余裕なんだぞ。さて、
試験も終わったことだし、陸上部に顔を出すか。俺も久々に思いっきりバスケして体動かしたい気分。じゃあ今日はここで解散ってことで。俺様たちも帰ろうぜ。夜通し勉強してたから俺様もう眠くてたまんねんだぞ。 Ace and Chusa both like time for some exercise, and Grim's like time for some sleep. Kimi, なぜ昨日は呼び出しを無視したんです？ご自分がどういう立場か分かってらっしゃらないようだ。昨日はちょっと腹の調子が悪くて。本当に？嘘をつくとダメになりませんよ。本当です。本当に腹が痛くて。ジェイド、彼がもう少し素直にお話しできるようにしてあげてください。わかりました。そんなに怯えた顔をしなくても痛いことはしませんよ。さあこちらを見て。ショックザハート。今のは一体。 What does your magic do, Jade? ではもう一度聞きますね。昨日あなたはなぜアズールの呼び出しに応じなかったのですか？それはもう腹黒インチキ野郎のアズールに好き勝手こき使われるのが嫌になったからだよ。Some basically a truth spell then, huh? 腹が痛いなんて仮病に決まってるだろ。なんだ、口が勝手に本音を。ほう、なるほど。それがあなたの本当のお気持ちですか。ああ、なんてことだ。とてもショックです。海の魔女のごとく深い慈悲の心でもって君の願いを叶えてあげたのに、その僕を腹黒インチキ野郎ですって。うん、ごめんなさい、違うんです。今のは取り繕ってももう遅い。フロイド、出番ですよ。やっと話終わった。もうギュッてしていい？ええ、どうぞ。思いっきりね。Oh no, not constrict. はい。待ってくれ。もう一度チャンスを。まったく、どいつもこいつも支払いを踏み倒すろくでなしばかりだ。買ったら払う、借りたら返す、当然のことですよ。ええ、おっしゃる通りです。今年はもう少しまともな人材が入ってくればいいんですが。期末テストの結果が楽しみですね。Average question. One week later. Oh, is it time for the results? Is it time for the results?What did Grim do this time? What is it this time? Was actually an option. What is it this time? まったく、こいつらも飽きないよな。な、監督生、お前監督生ならちゃんと寮生の管理しろ。Grim, what's going on?また俺が買っておいたおやつの菓子パン盗み食いしたんですけど。 Hey Grim, you shouldn't eat other people's food. 盗んだとは人聞きが悪いんだぞ。机
Grim, if it's not your food, don't eat it. 机の上に置いてあるものは落ちてるって言わねえんだよ。ちょろちょろ逃げやがって。こうなったら風の魔法で。あ、やんのか？なら俺様も火の魔法。Don't fight with magic in the school. やっぱり魔法はやめといてやるよ。また罰で窓拭き掃除させられたら面倒だし。おめえもたまにはまともなこと言うじゃねえか。Wow, they can actually control themselves. 俺様だけ魔法使うのも大人げねえから、今回は勘弁してやるんだぞ。自分たちで喧嘩をやめるなんて珍しい。いつもなら教室が黒焦げになって学園長が飛んでくるまでやめないのに。別にパンくらいのことでタヌキと張り合うのバカバカしいなって思っただけ。 Something is fishy. Something is so so fishy. 何？おめえ本当に一言多いんだぞ。よし、子犬ども、授業を始めるぞ。行儀よくお座りしろ。今日はまずテスト返却を行う。いよいよか。What are our scores like? テスト返却。先生、早く。How did we do? How did we do? How many of us are going to remedial classes? グリム、はしゃぐんじゃない。Stay! Stay!では、出席番号順にテストを取りに来い。1番。やった !92 点 That's a good score, Ace! 88点 That's a good score, Juice! 見ろ俺様、85点だぞ Good job, Grim!You went from failing grades to 85? I'm implying that maybe you... I don't know. Good job, Grim. お前たち、今回はかなり勉強したようだな。小テストの時に比べてかなり。いや、だいぶ。ちょっとおかしいくらいに平均点がアップしている。Oh? え、おかしいってどういうこと先生？魔法薬学のテストは全学年が平均点90点を超えている。Okay, that's incredibly suspicious. Just incredibly suspicious. 魔法師もなかなかいい結果だったとトレイン先生に聞いてるぞ。ちょっと嫌な予感。成績優秀者上位50名は廊下に名前が張り出されるから楽しみにしておけよ。50 highest achievers。では授業を始めるぞ。テキストを開け。So, was Azul selling test answers? Or test questions?Where are you in the top 50? Shouldn't that be, are you in the top 50? さすがに平均90点以上なら50位以内には入ってるよな。No, I think the problem is going to be that everyone in that top 50 is going to have an average score over 90. Aww.
上位30人以上が満点の500点じゃん。 Okay, that is super, super, super suspicious. Like 30 students with perfect marks. Yeah, something's definitely fishy here, right? So you did go and talk to Ezol. All three of you did, didn't you? What is that? Two. Cheater. But if you made a... That means you also made a contract, so that also makes you a cheater. Anemone's closer, oh no. Oh no. Anemone's closer. It's clearly got its roots in your brain, Grim. Which is kind of gross and terrible. What's with the influx of sea life? I see Jack doesn't have a sea anemone. I'm guessing Jack is smart enough not to go making deals with sea witches about his grades. I mean, either he didn't, or he made it into the top 50. Bye, guys. Nanda, it's a Atama ni haeta isoginchaku ni ayatsurare teru mite ni aruite tta. Have fun with Ezol. Nante manuke na ezura da. Yeah, I suppose we better figure out what's going on. Let's get to the bottom of this. Come on, friend Jack. You're our friend, Jack. That's why you're going to come help me. Because my other friends seem to be being controlled by sea anemones. So I need someone who's... head is his own, please. Ooh! Ooh! I know, apparently we're going to persuade him a different way. You scared? I'm calling you a coward! You're I'm gonna take that as a compliment. Yes, purely curiosity. Definitely not because you're our friend. I got it. press gang contracts. I see. They've been press ganged. Oh,
閣僚につながる強者か。今回は絶対に50位以内に入れたと思ったのに。ちくしょう、騙された、あのインチキタコ野郎。セフロパンク、 I like that。 俺の学園生活お先真っ暗だ。なんだ、あのサンバカ以外にも頭にイソギンチャクを生やした奴らがたくさんいやがるぞ。The three stooges. Yeah, that is an appropriate description of my other three friends, Jack. 2-3 年の生徒もいるみてえだ。全員、オクタビネル寮につながる鏡へ入っていく。That makes sense, because it's sea anemones. Who's this cheating Zephalopunk? 俺たちも行ってみるぞ。To the Octavinal Dorm! I think these are good options. Wow, the whole dorm is underwater, or it's like the opposite of the Zavannaclaw dorm. Wow, the whole dorm is underwater. Majikayo! Sugena, Night Raven Karichite!See, aren't you glad you came to see this, Jack? 仮にも別の寮の縄張りに入るんだ。お前も浮かれてねえで用心しろよ。It's very pretty in here. Anemone gang, yes. I think we found where the anemone gang all went.100人近くはいそうだな。それにこの場所は茶店みてえな。コーヒーショップ、I don't know, it looks more like a bar than a coffee shop. モストロラウンジ、エースたちはどこに行った。 Oh, it's Mostro, not Monstro. I thought it was Monstro after the whale. At least I think it's that's Monstro, not Mostro. 成績優秀者上位50名から溢れた哀れな皆さん。Poor unfortunate souls. ようこそモストロラウンジへ。皆さん、僕のことはよくご存知でしょうが、改めて自己紹介を。僕はアズール・アーシングロット、オクタビネル寮の寮長であり、カフェモストロラウンジの支配人であり、そして and the holder of all your contracts. 今日から君たちの主になる男です。 Look at that face. なんだって。君たちは僕と勝負をして負けた。契約に基づき、これから卒業までの間、僕のしもべとして身を粉にして働いてもらいます。 Until graduation, That's a lot. That's a lot for one set of tests. And also, that's a lower amount for the people in the higher years. ちょっと待った。こんなん詐欺だろ。I mean, clearly it's a scam. But also, you agreed to it. Because you're dumb ace. 確か君は1年生のエーストラッポラさんでしたね。詐欺だなんて人聞きが悪い。Because honestly, if the bet had been you need to get into the top 50, you know, in order for this not to occur, I would really want to know how many people he'd made the same deal with. 僕は契約通り、君に完璧なテスト対策ノートを渡したはずですよ。しっかりこなせば90点以上は取れたはずだ。ああ、確かに取れたぜ、92点。それはよかった。お役に立てたようで何よりです。でも対策ノートを渡した相手がこんなにいるなんて話は聞いてねえよ。 Well, I'm guessing you didn't ask. エースの言う通りだ。これじゃいくら対策ノートをもらったって上位50位に入れるわけないじゃないか。
みんなが90点以上じゃ85点取っても赤点の時と順位が変わらねえんだぞ。あなたたち守秘義務という言葉をご存知ですか？楽をしていい点を取りたい、落ちこぼれになりたくない、テスト前日まで遊びほうけていたい。今回期末テストで僕を頼ったバカいいえ、皆さんの事情は様々でしたが誰がどんな事情でどんな契約をしたかなどというプライバシーに深く関わることを、僕がペラペラと他人に喋ったりするわけがないじゃないですか。僕はとても誠実な男ですから。ほら、契約書127ページ目に秘密保持契約についての約款があるでしょう。 Page what number? Yikes! 僕はそれを守っているだけのこと。じゃあテスト対策ノートの担保に預けた俺様の火の魔法はどうなるんだぞ？ You put up your magic as collateral, Graham? What?そうだ、僕の水の魔法は俺のユニーク魔法返してくれよ。おやおや、皆さん契約条件をもうお忘れで。 This is 期末テストの対策ノートを渡す代わりに、あなたの自慢の能力を一つ僕に預けてもらう。Oh, that's why Ace and Grimm didn't fight with magic, because they traded their magic away, like the dumbasses they are. あなたが成績優秀者上位50位以内に入れば能力は変換し、さらに卒業まで全てのテスト対策ノートをあげましょう。Yeah, that sounds way too good to be true. I would not have taken that deal. Because something about that deal just sounds fishy anyway. I mean, it's quite aside from the fact it's coming from an octopus. I realize I'm using the word fishy. You know. でももしあなたが50位以内に入れなかった時には、卒業までの間僕に絶対服従のしもべになる。And they also don't get the thing back, I assume. 契約上、すでに皆さんの身柄は髪の毛の一本まで僕のものです。つまり、能力を返すも返さないも僕の自由だ。そんなんありかよ。As I said, no wonder Grimmanates weren't fighting with magic. いつもこいつも気に入らねえ。 I agree, Jack. Jack, どうしてここに？ He's here with me. And I'm also very disappointed in you. I need a friend. All sorts of things, so we're just gonna take the first person. We're just here to figure out what's happening to everyone, Azul.Don't mind us. 今はスタッフミーティング中です。部外者はご遠慮いただけますか？ Ooh. He can growl too. 自分の力で勉強した奴らと真っ向から競い合って勝ちたかったんだ。 How did you do it? Incidentally, Jack. 台無しになった。
十分に当事者だろうが。I'm kind of interested in what score Jack got by studying on his own. Oh, they've offended Jack's principles. But also, this is the last thing I need right now. I don't need you to start a fight. both of these are good, but... Uh-oh! No, we're here to tell you what idiots you are, and then leave. No, okay, we're here to save you. 勘違いすんなよ。俺はここにいる全員が気に入らねえんだ。アコギな取引を持ちかけた奴も、他人を頼ったお前らも、どっちの味方をする気もねえ。Jack is on the side of fairness and... There was another word that I was going for, but I forgot what it was in the middle of saying it. Justice! No, not justice. Fairness. Grim? There's no use sucking up now. That's not what you should be taking from this. These guys are hopeless. Yeah, these guys are hopeless. ジェイド、ブロイド、少し遊んであげなさい。かしこまりました。こいつら全員閉めていいの？やったー。Oh no, not construct again. なんて不幸せな人なの。ワンターンでサクッと終わらせ。Right.That immunity? Yeah, he just has damage immunity. I shouldn't be. That's unfair, Azul.Even with his immunity, we're still gonna win. We've got more health left. Should have leveled more. どいつもこいつも弱い。締めがいがねえな。まるで無力な稚魚の群れですね。He's taken everyone's magic. Of course, he can use all different kinds of magic. Azul の持つ金色の契約書が、エースたちの攻撃を全部弾いてんのか。くそ。日頃自分がどれだけ得意魔法に頼ってたかわかるな。火を出さないグリムとか、ただのタヌキだわ。俺様はタヌキじゃねえ。皆さんはこの金の契約書にサインをした。正式な契約は何人たりとも破棄できない。Mm-hmm. どんな魔法を使うが、この契約書に傷一つつけることはできませんよ。No magic, but what about if I just rip it? Just take it in my hands and rip it. イソギンチャクが生えている限り、君たちは僕の命令に従わざるを得ない。まずはこのラウンジの清掃をしてもらいましょうか。次に食材の仕込みを。さあ、立ち上がってキリキリ働きなさい。マジかよ。ジェイド、フロイド、新入りの指導は任せましたよ。
はい。サバナクローリオのジャック・ハウル君に、オンボロリオの監督生。Can we rename my dorm, please? 君たちもどうぞお引き取りを。次はぜひお客様として店においでください。いつでも歓迎しますよ。Exactly, Jack. おい、監督さん、一旦戻って仕切り直すぞ。Yes, sir. All right. Fall back and regroup.Setback.頭にイソギンチャクをつけられた奴らはアズールと契約してまんまと騙された。Yep, that's reasonable assumption. 間違いなさそうだな。上位50位に入ることって条件だったようだな。あれだ、ほとんどの契約者が50位からあぶれることになる。最初からアズールはそれを狙ってたってことか。Yep, he stacked the deck in his favor. I did find it weird the Grim managed to score over 80. 他人の力でいい成績取っても何の意味もねえだろ。自分の力を周りに示せる機会を棒に振るなんざ。それこそバカだ。学園の生徒全員がハウル君のように自意識強めで面倒くさい。ヘッドメイジ、why are you here? いや、真面目だったら私も苦労しないんですがね。うわ、学園長、びっくりした。はあ、今年もアーシェングロット君の商売を止めることができませんでした。So you know something about this? アズール・アーシェングロット君、オクタビネル寮寮長を務める2年生です。ローズハート君同様、2年生にして寮長を務める非常に優秀な生徒なのですが、少し、いえ、だいぶ問題がありまして。Quite a bit troublesome. 詐欺行為のことか。だったら学園長が命令して辞めさせればいいじゃないですか。Yet you run the school. Surely you can do something about this. それが、私が教師だからこそ彼の行為を禁止できないのです。どういうことですか。アーシェングロット君が生徒たちにばらまいたテスト対策ノートですが、あれは事前に出題用紙や回答を盗み見るなどの不正行為で作られたものではありません。Oh, okay. He wasn't stealing answers, questions or answers. Okay. Yeah, I can see why you might not be able to do anything about that. ナイトレイブンカレッジ過去100年分のテスト出題傾向を徹底的に調べ上げ。So someone put a lot of work into it. 自力で練り上げた虎の巻なんです。That is actually genuinely amazing. 自分の力だけでそんなもん作るなんて。やるじゃねえか、あいつ。待てよ。つまり、不正じゃないことが逆に厄介ってことか。So there's nothing that the head mage can do about it. ハウル君、良い着眼点です。教師の立場として、一生徒が合法的な努力でテストの対策ノートを作ることは禁止できません。そして親切で友人に勉強を教えることもね。禁止したら勉強するな、ダチと協力すんなって言ってるようなもんだな。厄介だ。その通り。そういえば学園長、
さっき今年も商売を止めることができなかったって言ってたっすよね。Which means he did it last year as well. まさか去年もこんなことが。ええ、去年はまだ彼の対策ノートの評判があまり広まっていなかった分、これほど大きな騒ぎにはならなかったんですが、今年はテストでいい点が取りたいならモストロラウンジへという噂が学園中に流れていたようで。でも契約違反をすればどんなひどい目に遭うかは、強固な守秘義務があって広まらなかった、うん、そのようです。結果今年はアーシェングロット君と取引する生徒が続出。全学年全教科の平均点が90点を超える事態になってしまった。全教科の平均点が全て赤点になるよりはマシですが、しかし、うん、What you're saying is most of the student body cheated. じゃあ去年あいつとの勝負に負けた。それが彼は去年生徒たちから取り上げた能力を元に戻すことを条件に、oh? 学園内でモストロラウンジの経営を許可するよう。So I guess he didn't have the Monster Lounge before now? Before then? はぁ、Monster Raven. ナイトレイヴンカレッジは優秀な魔法師を輩出する歴史ある名門校。それなのにささやかな魔法しか使えない生徒ばかりになってしまっては困りますよね、学園長。そこで私から一つご提案が。何、あなたにとってそんな話ではありませんといった具合に、なんつう野郎だ。学園長を脅して取引なんて、あのレオナ先輩が近づきたがらないのもわかるぜ。しかも売り上げの 10% を学園に上納するという提案してきて、もう That's it。 あんたもうまい目に遭ってるじゃないですか。ああ、今年は一体何を要求されるか。バカな生徒、いやかわいそうな生徒たちのためなら私はまた彼の要求を飲んでしまうでしょう。I don't think you needed to correct yourself. They are idiots. 私、優しいので。アーシェングロット君は真面目に勉強し、その知識を慈悲深くも他の生徒に教えているだけ。That's not kindness. 教師としてはやめるよう強く言えません。なんでこの学園にはちょっと問題がある生徒ばっかり入学してくるんでしょ。Why does everyone have issues? Good question. I'm getting a bad feeling about this. You're gonna make me do it. Yep. Head mage, why do I have to sort out?All of your problems. Why me? こんなことはやめるよう、アーシェングロット君を説得してくれませんか。I don't think anyone could persuade him to do anything. Or please don't ask the impossible. Please don't ask the impossible, head mage. 最近オンボロ寮の食費が非常にかさんでいるんですよね。ところが寒いな。All right. 誰かさんを元の世界に戻すためのリサーチをしているせいで、問題解決に割く時間もなかなか取れないし。あ、いえ、気にしなくてもいいんですよ。私、優しいので。この教師にしてあの生徒ありって感じだな。Right, Jack?You drive a hard bargain, I suppose I can't say no. そうですか。引き受けてくれますか。さす
が私が見込んだ監督生です。じゃあ私は忙しいのでこれで失礼。くれぐれも頼みましたよ。学園長、本当に神出鬼没だな。で、具体的にどうするつもりなんだ？ I do not have a plan yet, Jack. Please help me. お前の言う通り、やめろと説得したところで素直にやめるとは思えねえが。I mean, with the way these episodes have been going so far, all that needs to happen is I need to push him into an overplot situation and then save him. Right? No, that's terrible. That's terrible. A good investigation starts with observing the target. Ah, 狩りの基本は相手をよく知るところからだ。お前、分かってんじゃねえか。 See, Jack, you do like me. それに、エースたちも少しくらい痛い目見て反省した方がいいしな。Yeah, maybe. Maybe they will learn something.Observation. Spying. さて、早速アズールを監視しに来たわけだな。You skipped class? 学園長直々の命令なんだ。サボりも多めに見てくれるだろう。Technically, the head major did this from me and not from you.But, thanks for the assistance. それに、負けっぱなしは気に食わねえ。アズールの強さの秘密を知れるなら、俺も知っておきたいからな。I see, that's your reasoning. So, are we gonna go sit in on second year classes? To see what he's doing?Isn't it going to be noticed that we're in the wrong classes? Animal linguistics? なるほど。ルチウスさんが言うには、トレイン先生が前回おやつを与えてくれたのは3時間前です。さすがだな、アシングロット。動物言語を理解できるだけでなく、自分で喋ることもできるのか。I wanna learn that. シロイルカの歯、そしてチョウザメの卵、オーロラガの鱗粉、人魚の涙。それから120種の薬草をブレンドしたエキスを加え完成しました。この薬を飲めば体の一部を別の動物に変えることが可能です。 Just a body part into that of a different animal. Like just have like one cat paw. I'm not sure I'd want that. Good boy. これは3年生の学年末試験レベルの調合だぞ。他の子犬どももアーシェングロットを見習うように。難しい魔法薬の調合も完璧と。さて、今日のランチはイカスミパスタにしましょうか。おっと、きちんと野菜も取らなくては。炭水化物ばかりでは栄養が偏りますし、何より太りますから。アズールのやつ、
まさに完全無欠の優等生って感じだな。早速アズールのやつにこき使われてヘトヘトなんだぞ。オクタビネル寮の掃除、ラウンジの給仕、購買に使いっ走りまでさせやがって。僕なんか今日は朝6時に夜中だぞ。6 a.m. これからモストロラウンジの手伝いだし、ローズハート寮長にはアズールと契約するだなんて首をはねてしまうよ。Good impression。 頭のイソギンチャクは取れなくてカッコ悪いし。自業自得だ。 Yeah, what Jack said。 This work environment has some issues。 おや、どうなさったんです？暗い顔して。ここ、イソギンチャクの群生地じゃん。シナルミカ。ルタマ、そっくり兄弟。Look alike brothers, you mean twins?何か悩み事を抱えているようにお見受けしますが、どっかの誰かさんたちにこき使われて超困ってます。契約違反したイソギンチャクが何か言ってる。お前らは文句言える身分じゃねえんだよ。黙ってろ。 I mean, yeah, it was kind of fair and square. また締められる。僕が話しかけているのはイソギンチャクたちではなく、あなたですよ、オンボロ寮の監督生さん。 Why me? Yes? 何エビみたいにビクッと後ろに下がっちゃって。エビ？小さいから小エビちゃんかな。I don't like that. 先輩たちに比べれば大抵の生徒は小さいと思います。このデカさで二人いると迫力ありすぎだよな。あなたは先日リドルさんたちと一緒にスパイごっこに勤しんでいたようなので。I'm still playing little spy games. 僕らのことはよくご存知かもしれませんが、改めましてご挨拶を。僕はジェイドリーチ、こっちは双子のフロイド。どうもフロイドです。よろしくね小エビちゃん。 How about using my name? さて話を戻しますが、もしかしてあなたのお悩みは、 I don't think that takes much brain, Jade。 このおバカなイソギンチャクたちについてではありませんか？It always stems from these three stooges. That's not a difficult inference to make. もしかしてなんてよく言うぜ。ニヤニヤしやがって。何こいつツンツンしてて海みたい。That's just how Jack is. ウニじゃねえ、狼だ。もしあなたのお悩みの種がイソギンチャクたちについてなら、直接アズールに相談するのが一番だと思いますよ。なんだと？アズールはグレートセブンの海の魔女のようにとても慈悲深いお方。I don't trust that。きっとあなたの悩みを聞いてくれるでしょう。そうそう、アズールはどんな悩みも解決してくれるよ。例えば、そこにいるイソギンチャクたちを自由にしたいなんて願いても。 Are you implying he'll let them go if I just ask nicely? I don't think that's the thing. I think he'll want something in return.
You shouldn't have told them that in front of them. もちろんただでというわけにはいきませんが。That's what I said. それが本題か。監督生にもあいつと契約させようってんだな。そんなに牙をむき出さないで。陸の生き物はどう猛ですね。俺たちは親切で教えてあげてるだけだよ。ねえ、ジェイド。ええ、フロイド。僕たち、悩みを抱えるかわいそうな人を放っておけないたちでして。もし、この話に興味が終わりなら、夜9時過ぎにモストロラウンジへおいでください。おいしいお茶を用意してお待ちしています。All right, nice tea, sure.もしお前がアズールと契約して勝負に勝ったら、Hey, don't you guys try and root me into this. 結果によっては俺たち自由になれるってこと？ I'm not going and bartering something away just for you guys' freedom. 頼む監督生、あいつに勝ってくれ。調子のいいやつらだな。イソギンチャクが頭についてないやつにこの苦しみはわからねえんだぞ。そもそもテストで楽しようとしたのが悪いんだろうが。Mm-hmm. それについては十分反省したってば。Have you really, Ace? Like all the other lessons you've definitely learned. Like not getting into fights with magic with Grimm. ああ、もう二度としない。たとえ赤点になったとしても、結果を受け入れる。そこはもう赤点取らないよう努力するって言えよ。で、どうするんだ、監督生。あいつらの口車に乗るのか。I mean, we might as well see what's involved, right? If all he wants to do is talk, that's fine. 今初めてお前のこと監督生って認めてやってもいいって思ったんだぞ。Thanks, I think.お前、なんか抜けてて危なっかしいからな。俺もついてる。Yeah, you're definitely my friend now, Jack. You can't deny it. You care about my well-being. You can't deny being my friend now. Ooh, Jack 君優しい。勘違いすんなよ。俺はアズールのやってることが気に入らないだけだ。他人の力でいい点取った奴らに負けるのは尺だからな。何をしたどっか行ってる間に、oh. 頭のイソギンチャクが引っ張られる。昼休みまでこき使う気かよ。頼んだんだぞ、監督生。Woe is an enemy. Love it.どうしようもねえな。とにかく今夜はモストロラウンジに行ってみるか。Alright, looks like we got a twist tune at the lounge. Short-handed. I thought you had a lot of people you were in control of. Kind of classy. ここからはマジで敵の縄張りだ。気を抜くんじゃねえぞ。Yes, sir.ああ、小エビちゃん、いらっしゃい。それにウニちゃんも来たんだ。だからウニじゃねえっつってんだろ。おや、これはこれは。早速のご来店ありがとうございます。ようこそモストロラウンジへ。
当店のご利用は初めてでいらっしゃいますね。You know it's my first time here. 昼から思ってた。あんた、分かってて質問するのが趣味なのか。念のためですよ。では、僭越ながら当店をご利用いただくための所注意を説明させていただきます。Sure. モストロラウンジは紳士の社交場。他寮との揉め事はご法度です。Gentleman, yes, okay. I'm a gentleman. ここでは、Let me get my hat. どの寮の生徒もオクタビネルのルールに従っていただきます。ルールを守って楽しくラウンジをご利用くださいね。さて、お客様、本日のご用件は？I'd like to speak to the manager. I'd like to speak to your manager. かしこまりました。今、支配人は別のお客様のご相談を受けておりまして。しばらく店内でお待ちいただけますか？ Sure, I guess. ああ、そうそう。当店はワンドリンク制です。必ず何か一杯ご注文くださいね。Tap water, please. No, he probably means something I actually have to pay for. イソギンチャクさん、こちらオーダーお願いします。悪いがドリンクを運ぶのが先だ。混んでるんだし、注文くらいあんたが取れっての。何でもかんでも俺らにやらせて、のんびりしやがって。イソギンチャクの分際で、口答えとはいい度胸ですね。She noises. だいだだだだだだ。イソギンチャクを引っ張るのはやめろ。僕はアズールに新人指導を言いつけられていますから。口答えする生意気な新人にはしつけをしなくては。あたたたたたた。わかったわかったから。Hold on a minute. おや、困りますね、お客様。But they said they were already busy with other clients. 先ほども申し上げた通り、ラウンジは僕たちのルールに従っていただきませんと。言うこと聞かない困ったちゃんは、俺たちが締めていいことになってるんだよね。新人いびりを見せられて、気分が悪いって言ってんだよ。じゃあお前らがこいつらの代わりに店を手伝ってくれんの？それいい、それで行こう。 No, not a chance, Ace. 今から監督生とジャックが臨時で手伝いをするってことで。 You have no authority here, Ace. 何勝手に決めてんだ。真面目に働いてくれるなら僕らは誰でも構いませんが、お前たちだって店から追い出されたら困るだろ。マジでしんどいんだって。裏でグリムも体中泡だらけになって洗い物してるんだぜ。頼むよ。ジャック、 don't fall for it。 しょうがねえな。早めに肩をつけてさっさと帰って寝たい。寝るってまだ9時だろ。お前普段いつ頃寝てるわけ？いつも10時にはベッドに入ってる。うん。マジでただのいい子か、お前は。Someone with a decent sleep schedule。小エビちゃんとウニちゃんも店の手伝いするってことでいいのね。And I wish the answer was no, but it looks like the answer is yes. じゃあまずこのドリンクを3番テーブルに持ってって。How are they short-staffed anyway when they have like...A couple of hundred students with anemones.
つ。Oh dear. Oof. Little puppy, huh? I like the little flicks that Jaxia does. There we go, I got through the second half fine. No, Jack! You did things too well and now you're getting more work!私が落ち着いてきたな。ああ、うん、かなりいい感じにさばけたじゃん。手伝ってくれてありがとうね、小指ちゃんたち。Is Azul ready to talk to us now? あれだけの混雑をさばききるとは、見事なヘルプです。Azul。大変お待たせいたしました。VIP ルームの準備ができましたので、どうぞこちらへ。You want to have this conversation in private, huh? ブロイド、お客様にお茶のご用意を。かしこまりました。I don't like that expression. I don't like that expression. Collateral demand it. I don't want. I don't want to make a deal. I do like this room though. Let me read the books. I guess the vault's full of contracts? So did it.僕に相談というのは。I'd like you to free the students you've indentured. これはまた突然横暴なことをおっしゃいますね。Well, I figured no pussyfooting around the situation, you know? 僕と契約した生徒225人の解放ですって。You have 225! How are you short-handed? そんなに契約してやがったのか? That means he made deals with, like, 275, potentially. Assuming all the ones who made it into the top 50...We're also under contract. 今年はジェイドとフロイドが精力的に営業活動をしてくれましてね。おかげさまでたくさんのお客様と取引させていただきました。さて、あなたは生徒たちを自由にしてほしいと言いますが、僕は彼らに不当な労働をさせているわけではありません。Are you sure? 彼らは契約書の内容に合意し、
僕と契約を交わした。契約はかわいそうだとかそんな感情的な理由で他人が口を挟めるものじゃないんですよ。Our unfortunate souls. おとといお越しくださいということです。Who told you're willing to grant any wish as part of a deal? おい、お前何考えてんだ。 Yeah, I don't want to do this any more than you want me to do this, Jack. 僕と取引をしたいと。面白いことをおっしゃる。Yeah, how about you take my magic? You know, the non-existent stuff. 小指ちゃん、度胸あるじゃん。あなたが僕と取引したいのは分かりましたが、しかし困りましたね。確かあなたは魔法の力をお持ちで。Darn! He's away! 美しい声もなく、一国の跡継ぎというわけでもない。本当にごく普通の人間だ。I feel like I'm being insulted. それだけ大きなものを望むのでしたら、相応の担保が必要です。担保だと。例えば、あなたが管理しているオンボロ領の使用権とか。I'm not sure I'm allowed to give you that. てめえら、最初からそれが狙いで。その話、なった。Grim, this is my conversation. Grim, how long have you been there? もうこんな生活嫌なんだぞ。俺様の気は食洗機じゃねえってんだ。Wait, were you being used to wash dishes like a sponge? Grim さん、従業員が仕事をサボって立ち聞きとは感心しませんね。フロイド、つまみ出しておしまいなさい。はあ、まあまあ待ちなさい。二人とも唯一の寮生であるグリムさんがこうおっしゃっていますよ。Grim, this is a terrible idea. オンボロ寮を担保に僕と契約なさいますか。助けてくれ。おい監督さん、やめとけ。どうせこっちが不利な条件での契約に決まってる。Well, yeah, I want to know the terms before I agree to anything, Azul. Yeah, what are your terms? Oi! I'm just listening to the terms. I can still say no. Oh, to be continued. Of course.Contract signed, oh no! この契約の達成条件は3日後の日没までにサンゴの海にあるアトランティカ記念博物館からとある写真を奪ってくる。 Steal a photograph from a museum before the sun sets on the third day from now.Okay, that's kind of a similar thing to my not getting expelled thing. I think maybe I could do this. Jade knows what this is. 美術品ではありません。10年前撮影されたリエーレ王子の来館記念写真です。王子の記念写真？博物館の入り口近くに飾ってあるもので。歴史的価値など一切ない、ただの写真パネルです。Are you sure it has no historic value? You did say it was 10 years ago. 拝借したところで大事になったりしません。Borrowing. Yeah. なんでそんなことをさせるんだぞ。それなりに難題でないと勝負にならないでしょう。あまり簡単な条件では僕が損をするばかりですからね。Hmm. 事前事業じゃないんですよ。
This is more difficult than you, more difficult slash important than you're making out. It is, Azul. Atlantica 記念博物館は、サンゴの海の国宝である銀の紙すきや、重要文化財、人魚姫のコルクオープナーなどが20個も収蔵されていることで有名な観光名所です。海底で一粒の砂金を探すような話ではありません。Yeah, you're asking me to get arrested or possibly drown. そういえば、俺たちもエレメンタリースクールの遠足で行ったっけ。Yeah, how am I supposed to go to Atlantica if it's under the water? You gonna give me the ability to breathe underwater? ちょっと待てよ。サンゴの海って国は、国自体が海の底にあるはずだろう。エラもヒレもない俺たちには、滞在することすら難しい。こっちの条件が厳しすぎるんじゃねえのか。See Jack and steps. そうだそうだ。俺様、水の中じゃ息ができねえんだぞ。その難問を自分で乗り越えることでしょう。と言いたいところですが、ご安心ください。That sounds like a you problem. 君たちには水の中で呼吸が可能になるこちらの魔法薬を差し上げます。Oh, that bottle's so cool! 海の魔女も人間に恋した哀れな人魚姫に陸を歩ける足をつけてあげたそうですから。Are you granting me girls? 大切なのは慈悲の心ですよ。さあ、どうします?僕と取引し、契約書にサインしますか?I feel this is in some way rigged, but sure. 僕も暇ではないんです。早く決めてください。さあ。さあ。I'm afraid I don't have all day. I'm a very busy woman and I haven't got all day. It won't cost much. Just your dorm. It's a deal.いいでしょう。ではこの契約書にサインを。And go ahead and sign the scroll. Let's inject some now we got it, boys. The boss is on a roll.確かに頂戴しました。これで契約は完了です。3日後の日没までにアトランティカ記念博物館から写真を奪い。僕の元へ戻ってくることができれば僕のしもべである225名のイソギンチャクたちの自由を約束しましょう。でももし奪って来られなければオンボロ領は僕のもの。そしてあなたもまとめて僕のしもべになってもらいます。 Hey, 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 that last part wasn't in the deal, Azul.What did I just sign myself up for? ジェイド、フロイド、お客様のお見送りを。3日後を楽しみにしていますよ。ほう、ここがオンボロ寮。中には初めて入りましたが、なかなか趣のある作りですね。学校からも近いですし、モストロラウンジの2号店にぴったりの立地です。 To be fair, we're not using very much of it, but still. ここ、ゴーストが住んでるんでしょ。面白そうでいいな。で、おめえらはなんでここまでついてきてるんだぞ。 Because they're scouting. だってこの寮を担保にアズールと契約したじゃん。ほら、あなたは他の皆さんと違い、契約時に能力を預けていただくことができませんでしたから、代わりにこの寮を没収させていただきます。Grim, you told me to agree to it! I thought you heard that part! お約束を果たしていただくまで、この寮は一時的にアズールのもの。I'm not sure it properly belongs to him. 直ちに退去していただかなくてはなりません。
That's not fair. 身支度を整えるくらいの時間はあげるからさ。正式にここがアズールのものになった際は、私物はすべて廃棄させていただきます。But I thought he wanted me as a member of this dorm. Which I definitely aren't if my stuff isn't here. Nope. そのつもりで身支度なさってくださいね。大丈夫だって。3日後の日没までに写真を持ってこられたら全部返してあげるからさ。ツナ缶は全部持っていかないと。How much tuna do you have, Grim? Are you gonna start with mystical uniform and study supplies? And then find somewhere else to sleep. Oh, there's the blot. Wonder if I can crash Jack's storm room. He's my friend, right?No, I mean, I'm probably better off going to Heart's level. Because at least their leader is my friend. お二人とも準備はよろしいですか？じゃあね、小指ちゃんとアザラシちゃん、達者で。ああ、もし宿にお困りでしたらご相談ください。I'm definitely not going to speak to you guys about it. オクタビネル寮のゲストルームは一泊1万マドルからリザーブ可能ですので。Can't tell if that's a lot or not. I don't know the value of one of these. アザラシって？今のアザラシって俺様のことか？今日からこの寒空の下の宿か。辛いんだぞ。No, we can definitely go impose on Ace. He's imposed on us before.Whose fault is that? Oi! Kantokuse! Grim! Hey, friends! Omaetachi, moshikashite tasuke ni kite kureta nda zo? Grim wa tomokaku, Kantokuse ga yado nashi ni naru no wa, ma, oretachi ni mo genin wa aru shi? Yeah, they're not here to help you, Grim, they're here to help me! Nojuku shite kaze demo hikareru to, mezame ga warui tsu ka. Omae...本当素直じゃねえな。ローズハート寮長に話をつけて。あ、good。僕たち1年生の4人部屋でいいなら、雨風をしのげる場所は提供できるぞ。That is fine。お前ら。Say my thanks to Riddle。4人部屋にさらに1人と1匹を押し込めるつもりか。Although if Jack's got a better offer。パーツラビルに空き部屋はねえのかよ。うちの寮は退学者も留年者もいないから、常に満員状態なの。なら、サバナクロー寮に来るか。See, you do care about me, Jack. アズールとの交渉について言ってやると偉そうに言っておいて。結局、何もできなかったからな。マジフト大会の時の借りもあるし、レオナ先輩たちも断りはしないだろう。ほう。ジャック君って実は優しいんだ。意外な一面なんだぞ。勘違いするなよ。次のテストのために監督生にはアズールとの勝負に勝ってもらわないと困るだけだ。はいはい、そういうことにしときましょう。ジャックの提案の方が監督生たちもしっかり休めそうだしな。うちの寮だと床に寝るか、俺かデュースのベッドで一緒に寝るかになっちゃうしね。None of those options sound particularly comfortable. あ、もしかしてそっちの方がいい？I'll stay at Savannah Claw then. じゃあさっさと寮に戻るぞ。もう12時近いじゃねえか。Oh yeah, it's way past your bedtime, Jack. じゃ。また明日な。おやすみ。
fight time. Okay, fire. I think I need some more fire. You have fire. Oops. So that does show up when I'm doing this. That's fine, we can get through this one. But Leona! うちの寮はペットの持ち込みも禁止してる。毛が落ちるから。I don't shed much. 嘘つけ！お前らの方が俺様よりよほど毛がふさふさしてるじゃねえか。I mean, in terms of percentage, you are fuzzier than they are. Although in terms of sheer size, you're right. それはそれ、これはこれっす。大体な、空き部屋の掃除なんか何ヶ月もしてねえし、寮生どものガラクタ置き場になってんだろ。We've been living in the ramshackle dorm. We don't care if it hasn't been cleaned. 2匹もどこに置いとくつもりだ。お、そうだ。What about here? On the sun lounges. こいつらレオナさんの部屋に置いとけばいいじゃないですか。はあ？I'd have understood if you'd suggested, like, Jack's room, but Leona's room? Oi, Raggy, 言葉は慎重に選べよ。口を縫い合わされたいのか。He's not saying no. 部屋に召使いがいるのとか慣れっこでしょ。宿代代わりに身の回りのお世話は全部そいつらにやらせればウィンウィンじゃないですか。グルルルルラギーてめえ。いやー俺まだ両対抗マジフト大会の時の傷が癒え切ってないんすよね。So look after Leona and Ruggie's place, huh? 魔法薬を飲んでまで魔法を使ったからか、ハードワークはしんどくて。何せレオナさんのために命張っちゃいましたから。こいつらがレオナさんのお世話を手伝ってくれれば治りも早くなる気がするな。ち、小賢しい野郎だな、てめえ。やだな、嘘じゃないっすよ。だが、そう簡単に俺のそばに置いといてやるわけにはいかねえな。おい、てめえら、ちっとこい。We're gonna have to fight for this, huh? お呼びですか、領長。お、てめえら！マジフト大会前にサバナクローにスパイしに来てた奴らじゃねえか。逃した獲物が自分で帰ってきた。うちの寮生と勝負しよう。勝ったら駒遣いとして置いてやってもたった3日とは。We're not gophers, we're humans. 弱いお荷物を置いとくつもりはねえんでな。Bring it on! なめんじゃねえ！いい度胸が終わりだね。わかりました。はいはい。はいよ。シズ。ロール。ほらどうだ。どうかな。ロンペ。いいだろう。そのうち。いい調子だ。これはどうか。許可しよう。見ていられないね、ほら。しぶきれいな。逃げんな。ガチャ。ほら、僕は誰よりも正しい。I pass, right? てめえ、草食動物にあっさり負けるって。俺の顔に泥を塗ってんじゃねえよ。
Told you before, not a herbivore. Do these teeth look like a herbivore's? Don't think so.少しでも騒がしくしやがったら、3日経ってなくても即座に外に放り出す。Okay. Understood. Yes, sir. とりあえず野宿は免れたんだぞ。I mean, a lot of this dorm seems to be open to the outside, but hey. レオナさんの部屋に運んでやって。了解っす。これで3日間は俺の雑用が減るっすね。 Ruggie's just like, 3-day holiday, let's go! たくあの野郎、聞こえてんだよ。後で覚悟しとけ。ほら、草食動物ども、ついてこい。ジンタナス。See, this seems very open to the elements. なんかワイルドな男の部屋って感じなんだぞ。ちょろちょろすんじゃねえよ。さて、俺はもう寝るが、俺の眠りを妨げた。平たく伸ばして食ってやるからな。Well, he fell asleep pretty fast. 3秒で寝たんだぞ。Keep it down, we don't want to wake him. He'd be mad, definitely mad, and that would be bad for us. Morning heat, huh? This doesn't look like morning, it still looks like nighttime. Oh, we're having a dream again. It's so dark. Come in, my child. You're here because you have a thing for this human. Now, here's the deal. I will make you a potion that will turn you into a human for 3 days. While sun sets on the third day, you've got to get dear old Princey to fall in love with you. Oh, and there is one more thing. We haven't discussed the subject of payment. What I want from you is your voice. Now go ahead and sign the scroll.I'll help this poor, unfortunate soul. Any chance I have to sing that song? Yeah, I'm gonna sing it. Who do you think I am? Really? I'm making deals in my dreams now? Grim, wake up.I thought we were looking after Leona. I see the moon's still up. Sabana Kurodioa, Majifton Asaringarus. Kimitachi Mokono Lioni Kitakaraniwa Sankachimorause. So, this is why Jack goes to bed.By 10, because he's got to be up at like 6. Konaida no Majifto Taika Iko, Ajimetansio. And while Leona is very fast at getting to sleep, he's clearly not that fast at waking up. ラギーのやつ、子分のくせに親分の足掴んでベッドから雑に引きずり出してるんだぞ。That's what's needed, I guess.
That shows how tough it is to get out of bed in the morning. Time until Azul's contract expires. 3 days. Feels like Majora's Mask. 3 days remain. Except it's not really exactly 3 days if it's morning, because it's by sunset, but hey. We have been informed we have to, Jack. Yes, please go easy on us. I don't even have magic. Why am I playing this game? He probably can take you while he's still half asleep, Grim. Alright, he claims you can do it while he's asleep, so... Hey. I like this music. I missed the last one. No. Grim, you were all complaining about being sleepy. About having to do this, so literally one good, and it was the very last, that very last double note. Darn it. I missed one for a full combo. Sadness. Stardom Dreams. Jack, what and why? それはやりすぎな気がするんだぞ。サバナクローリョはもう来年の寮対抗マジフト大会に向けて特訓を始めてるってことか。 Yes, they'll definitely treat us as rivals, Grim. Oh, soか. Antara wa mada shiranai nsu ne. Ryou Taikou Majifuto Daikai yori mo motto daikibo na yatsu ga maitoshi 5gatsu ni aru nsu yo. A bigger event? Are yori mo dekai kibo no taikai ga anno ka? Gakuen Taikou Sen da.
Ah, into school. Oh yeah, this isn't the only magic school, huh? 名前の通り、他の学校と戦うマジフト大会っすね。うちの学校は毎年ロイヤルソードアカデミーと戦う。おお、聞いたことある名前なんだぞ。うん。ツイステッドワンダーランドにはいくつか魔法師養成学校があるんすけど。Is Twisted Wonderland literally the name of like this country? その中でもナイトレイブンカレッジとはロイヤルソードアカデミーは二大魔法学校って呼ばれるくらい名門なんせ。ロイヤルソードアカデミーってどんな学校なんだぞ。キザったらしい朝男ばっかりのおぼっちゃん学校だ。Is that where your brother went, Leona? そうそう、校舎も制服もやたらキラキラしててダサいし、白い制服なんて汚れ目立ちまくりじゃないですか。Oh, white. Yeah, that's really easily, really, really easy to stain. いくら名門といえど、あっちの学校には頼まれたって通いたくないっすよ。でも。確か学園対抗マジフト大会ってナイトレイブンカレッジが100年間負け越してるんですよね。For the past 100 years? それはまだ負け越しは99回っす。今年は100年目の正直で絶対勝ってやるんすから。Good luck. 俺がテレビで学園対抗戦を見て感じたのは、ロイヤルソードアカデミーの奴らは個々の選手のプレイも光ってた。それより。Are they good at teamwork? チームの連携技が見える <Yep. 笑>感じだったな。Teamwork is important in a team sport. 待てよ。学園対抗ってことは、サバナクロー寮だけじゃなくて、他の寮もロイヤルソードアカデミーと戦うのか？そうだ。各寮からの選抜選手が学園代表としてチームを組む。One player from each dorm, huh? How many dorms are there? Hearts level, Savannah Claw, Octavianel, Confiore, Diasomnia, Scarabia. Is it only those six, or am I missing one? Well, us, Ramshackle Dorm, but you know. A team's seven players, right? Sounds like personality clash is waiting to happen. 去年はポジション決めで揉めて、試合前に乱闘騒ぎになった。 Yeah, that's a problem.No, Grim, that's a problem.選抜選手になって力を見せつけるためにも、やはり日頃から鍛錬は欠かせないってことだな。学園対抗戦は寮対抗戦よりテレビ放映も視聴率高いし、いいとこに就職できるチャンスなんすよ。どうやって他人を教として選抜選手の座を手に入れるか。It's the Scholastic Games, huh? かいた後の朝飯は最高なんだぞ。いつもより肉が食いたくなるってもんや。Yes, bacon. Bacon for breakfast. そういえばお前ら、なんであのタコ野郎と取引なんてバカな真似しようと思ったんだ。I hope you're talking to Grim, because he's the stupid one. I'm just trying to put out the fires. おかげで俺の部屋が狭くなっただ。No, you're definitely talking to me. Okay.
Well, it's like this. 期末テストであいつと契約したバカどもを自由にするために取引しただと。Yes. こいつはいいな。背筋が寒くなるぜ。Did none of your guys end up with an enemies? ま、アズール君のテスト対策ノートはすごいって噂っすからね。欲しくなるのもわからなくもないっすけど。そういえば、二人とも今回の試験でアズールとは取引しなかったんすね。レオナ先輩とか一番楽したがりそうなのに。な、いや、なんでもないっす。バーガ、誰が好き好んであんなインチキ野郎と何でも取引するか。Yeah, Leona's lazy, but he's not dumb. 背に腹は変えられなくて取引したことはあるが、毎度ろくな条件じゃなかった。Okay, he's done it before. Never mind. 確かに、進んで力を借りたい相手じゃないっすよね。ちょっと無茶なお願いもほいっと叶えてくれるし、実力がある魔法師なのは確かなんすけど。Yeah. そもそも取引ってのは、欲しいものがある方が不利に決まってる。Yeah, because Leona did a deal for the potion for Ruggy last time. I forgot he's done at least one deal that we know of. 頭の回らない草食動物が軽い気持ちで契約すりゃ、あの手この手でかもられるのがオチだ。Can I really win this bet? 話の種に聞いてやる。どんな条件で契約したんだ? Well, you're not gonna like hearing this, but... 3日後の日没までに。アトランティカ記念博物館に忍び込んで写真を撮ってくる。おお。なんか、ご愁傷様っす。Yeah, kind of figured.勝負が始まって早々、演技でもねえこと言うんじゃねえんだぞ。そもそも、アトランティカ記念博物館って海の中じゃないっすか。どうやって行くつもりなんすか? He gave us a potion to deal with that. あいつら、水の中で呼吸ができる魔法薬をくれたんだぞ。効き目のほどはわからないけどな。アズール君がくれたなら、効き目は間違いないとは思うっすけどね。あの人のプライド的に、せこい魔法薬をつかませてくるとは思えないし。Nice to know that we're probably not going to drown. We might still get arrested, though. なら、さっさと行動を起こせばいいじゃねえか。時は金なりだぜ。うん、そうだ。早くアトランティカ記念博物館に出かけるんだぞ。I don't think we should be doing this in the middle of the day. Shouldn't we wait till night? そうだな。たった3日しかないんだ。のんびりしてられない。Although, I mean, we do need to scout this out in advance. That's how you pull off heists, right? You gotta go scout it out. You gotta make some maps. You know, all of that.言っちゃいましたよ。レオナさんも人が悪いっすね。何のことだか。ん ?What did you do? What did you do, Leona? Amateurs in the deep.Time for a fight, huh? Water. Okay. We need a foresty friend. Ah, another Leona. That will do. Yeah, I'll keep the rest of my team like that. I can't be bothered changing the rest of my team. アズールがくれた魔法薬、本当に水の中で呼吸できるようになるのか。疑ってても始まらねえ。とりあえず飲んでみるしかねえだろ。いや。じゃ、
せーので行きますか。せーの。これは。Gross? Gross. Dried frog and ew. どんな食べだ。食ったことあんのか。確かにすごい味だが。Well, I mean, Grim eats all kinds of stuff, so I guess he would know what those things taste like. 魔法薬のまずさって割と深刻な問題だと思うんだけど、なんで大人はみんなほっとくんだろうね。Yeah, you should be able to make this flavor more palatable, right?Just a spoonful of sugar helps the medicine go down and all that. 味より効き目のが大切なんだろう。なんだ。少し息苦しくなってきた。Yes, it's a water breathing potion, not an air breathing potion. We need to get underwater. 肺が水中呼吸に対応してきた。やべえ、本当に苦しくなってきた。早く海の中行こうよ。闇の鏡を、俺たちをサンゴの海へ導きたまえ。Through the mirror, let's go. Aww, it's nice here. Look at all the bubbles.That's the potion working. Maji de mizu no naka de iki ga dekite run da na. Uwa, ichimen no sango shou sugge nagame. Surely we're getting soaked though. Keito senpai ga mitara.マジカメ映えとか言って撮影しまくりそう。It's gorgeous. ゆっくり景色を楽しんでる暇はねえぞ。早いとこ目的の場所へ向かおう。Is that a shipwreck over there? 全然前に進めねえんだぞ。The opposite of a fish. That would be a weasel underwater, all right, Grim?Atlantica Memorial Museum. That is a very impressive structure. Are Atlantica 記念博物館じゃね？足が魚みてえになってる奴らがいっぱいいるんだぞ。Merman. 人魚か。マジで水の中で生活してる奴らがいるなんて。Ooh. Ah, kita kita, koebi-chan tachi. What are you doing here? Gokigen yo, minasan. Ikaga desu, kaitei no sekai wa. Under the sea. Kono koe wa sokkuri kyoudai. Seikai desu. Oh.they yep, creatures of the deep for sure. No, Antaro, nanda sono sugata wa? Nani tte, itsumo no sugata da kedo? Datte ore tachi ningyo da mon.You're far more fish-like than those other ones. You are? 地上にいるときは魔法薬で姿を変えているんです。この尾びれでは陸を歩けませんからね。てか、めちゃくちゃ長い。身長、いや、全長何メートル How long? 海蛇か何かか?The eels. 残念、ウツボです。
Yes, more eels. そんなことより、お前ら何しに来たんだぞ? Therefore they is long. そんなのお前らの邪魔しに来たに決まってんじゃん。That's not fair. やっぱそうですよね。そう簡単に条件をクリアされては困りますから。おい、アゾー、That's not fair. へえ、いい度胸が終わりだね。They are quite long, aren't they? やりますね。何を力になります。ほら。今。はっ。なるほど。はいはい。力になります。お気に召しました。わからない。かかってきた。オーメス。楽しみ。Well, just mean one that hits first. Darren dodging, dodging eels. Dodgy dodging eels. And you're out of there. どこを狙っているんです?お前も人のこと言えないじゃないか!うっそ、俺があんな外し方するなんて。ち、どいてろ、俺がやる。うら!あいつらに魔法が当たる直前で、勝手に軌道が変わってる。これは。うん。ウニちゃんはよく見てんじゃん。やはり、陸の獣は目がいいんですね。なんで俺らに魔法が当たらないか教えてあげる?俺のユニーク魔法、バインド・ザ・ハートは。ああ、that's your thing。お前らの魔法が失敗するように横から邪魔できちゃう魔法なんだ。面白いでしょ? That is actually a pretty interesting spell. ちっとも面白くねえ。そんなの反則技なんだぞ。はあ、フロイド、ユニーク魔法をペラペラと他人に教えてしまうのはあまり感心しませんよ。 So Jade can make peopleSpeak their minds, as it were. Speak their hearts, maybe, I guess. And Floyd can just make you not be able to hit him. いいじゃん。分かってたってこいつらには止められねえし。はいはい。今日は魔法の調子がいいみたいで何よりです。いつもこうだと僕も嬉しいんですがね。気分が乗らないと一度も成功しないんですから。困ったものです。ほらほら、早く逃げなよ。捕まえたら俺の尾びれでギューッとしちゃうよ。I don't want to be constricted. どいつから締めてやろうかな。あいつら、狩りを楽しんでやがる。このままじゃ一方的にボコられちまうぞ。We need a new plan. 何度来たって同じだよ。そんな貧相な足で海の中の俺らに勝てるわけないじゃん。またのお越しをお待ちしております。さあ、覚えてるんだぞ。お前ら無事か。
Do we have enough potion to do this multiple times? なんとかね。まさかあいつらが人魚だったなんて。まるでサメに追いかけられてるみてえだったんだぞ。あんなに泳ぐの早いなんて卑怯なんだぞ。人魚に水の中で勝てるわけねえじゃん。でも早く写真を撮ってこないとオンブロ寮まで取り上げられちまう。とにかく作戦の練り直しだな。そうね、自称情報通のケイト先輩とかにも話聞いてみようぜ。俺たちもサバナクローに戻ってラギー先輩たちに相談してみるか。Racking the brain. Is there only one brain? Possibly. マジでサンゴの海に行ったんすか？ You didn't expect us to? バカすぎんだろ。おめえがさっさと行動を起こせっつったんだぞ。誰もバカ正直に海に行けなんて言ってねえよ。But we needed to scout the place. 時間は有限。頭を使って価値のある使い方をしろって言ってやったんだ。水中で人魚と真っ向勝負するなんざ。どうあがいても勝ち目がね。わざわざ食われに行くようなもんだ。もしかしてレオナ先輩たちはあの双子が人魚だって知ってたんすか？まあな。俺は去年の夏、水泳の合同授業でフロイド君が元の姿になってるところ見たことがあるけど。He's very good at swimming? 水中で追いかけられたら一巻の終わり感あるっすね。だったら先に教えておいてくださいよ。事前の情報収集なしに勝手に飛び込んでいったのはお前らだろう。We were going to gather intel on the place. 聞かれりゃ懇切丁寧に教えてやってたさ。そうそう、行動を起こす前はもっと用心深くならなきゃ。向こう水のやつはサバンナじゃすぐ飢えちまうよ。相変わらず意地が悪いやつなんだぞ。アズールのやつ、最初から邪魔するつもりで契約を持ちかけたってことか。Clearly。当たり前だろうが。リーチ兄弟はアズール君の手下で、契約者から担保と代償をきっちり取り立てることで有名っす。契約の達成条件をクリアできないよう邪魔をしてくるって噂もね。なんて卑怯なやつらなんだぞ。こいつが負けたら俺様ずっとアズールにこき使われちまうのか。 Only until you graduate. I'm sure we'll manage something. Pretty sure at least. レオナさん、アズールのユニーク魔法は It's a deal。特別な契約書にサインを取り付ければその対象から能力を一つ取り上げられる。しかも契約違反が生じた場合、違反者はアズールに絶対服従状態にされちまうって話だ。発動条件が難しい魔法ほど効果は大きいって言うけど、立ち悪いっすよね。取り上げた能力は契約書に封印されていて、アズール本人はいつでも使えるらしい。じゃあアズールが難易度の高い魔法を何種類も使いこなしてたのはまさか。 They're all other people's spells。 十中八九、契約者から担保として奪った能力でしょうね。なんてやつだ。何から何までインチキってことじゃねえか。ユニーク魔法自体が超レベル高いんで、全部インチキとも言い切れないっすけど。俺も能力を担保に取引したことがないから、どういう理屈かはよく知らねえ。
それならレオナ先輩は何を担保に取引を。うん、なんだっていいだろうが、思い出させるんじゃねえ。でだ、その特別な契約書がある限りあいつとの契約は継続する。だからアズールは言葉巧みに契約を持ちかけ、うん、達成不可能な条件でサインをさせるってわけっす。アズールに勝つ一番の方法は契約しないってことだ。Unfortunately, that wasn't an option, Leona, because that would have been my choice, but that wasn't an option. Please share some insights with us, please. あが、最初から他人を頼ってんじゃねえ。もっと頭をひねって考えろ。自分より強い奴に勝つためにここがあるんだろう。だが、そうだな。もし俺がお前らの立場だったら。If you were in my shoes, what, Leona?2 days remain. だが、そうだな。もし俺がお前らの立場だったら、まず、何とかして契約書を破る方法を考えるぜ。Oh, okay. でも、あの契約書は無敵なんだぞ。It's magic, right?お前ら本当に脳みそが小さい。Surely you can just rip it. 他人のなりすましとか詐欺にあっさり引っかかるタイプっすね。Yeah, says Grim. そもそもなんで君たちはアズール君の絶対破れないって言葉を素直に信じ込んでるんすか。 Okay, that's fair. でも攻撃はマジで効いてなかったし。There are other things than magic, guys! その場限りのパフォーマンス。言っちゃえば、ハッタリの可能性だってあるじゃないすか。Alright. Like maybe he was using like protection magic on it or something. どんな魔法にだって弱点はある。魔法を封じる赤い坊ちゃんのユニーク魔法だって。一見無敵だが、穴はあった。Yeah, you're the only one who's shown us that.どれほど優秀な魔法師でも魔法は無限に使えない。だからアズールのイッツアディールがずっと無敵であり続けることなんだ。それこそ絶対にありえない。Yeah, I suppose it depends on whether it's a one and done and then it's a thing or whether it still feeds off his magic, right? あのイッツアディール必ず弱点はある。海の中でリーチ兄弟に挑む。地上で契約書の弱点を暴くことを目指した方がまだ勝算は高いってことか。でもなんかそれって反則くせえな。Jack Azul's playing dirty too. It's fair if we play dirty if he's also playing dirty. That make to I mean, two wrongs don't make a right, but still. あのね、ジャック君。意識高いのは結構すけど、君ら地上でもアズール君たちに歯が立ってないじゃないすか。それは。大体な、あいつらは何も知らない草食動物を騙して、身ぐるみはごって悪党だぜ。遠慮する必要がどこにある。Yeah, that's reasonable.卑怯だろうが、場外乱闘だろうが、契約が無効になりゃ、こっちの勝ちだろう。くー、さすがレオナさん、骨の髄まで卑怯者。Was any of that supposed to be a compliment? 言ったろ、俺はいつだって
って全力を尽くすってな。メニューは歯にはハウ、right? Phrases I know in Japanese, that one. よし、残り2日、全力でアズールに張り付いて、契約書を破くチャンスを狙うぞ。I'm not sure we should spend 2 days over it. I feel like we should spend 1 day over it and see if it works, because then we still have 1 day left after that. We're all in this together. じゃあ、せいぜい頑張れよ、一年坊主ども。え？あそこまで煽っといて協力はしてくれねえのか？ He already helped us. He doesn't need to come along and do the actual thing. なんで俺がサービスでヒントは与えたんだろう。あとはてめえらで勝手にやれ。じゃあな。Incredible. てわけで、俺もここで。三人とも頑張るっすよ。Ooh, I like this place. It's kind of cool. 珍しいっすね。レオナさんがあんなに助言をしてやるなんて。ああ。なんだかんだ、素直な後輩は可愛いってことっすか。What's this? Leona is also friend?そんなわけあるか。一年坊どもをうまく使えば、ロウサズしてタコ野郎の弱点を握れるかもしれねえだろう。まあ、それほど期待はしてないが。なるほど。さすがっす、レオナさん。Using us。なんですって、監督生さんがレオナさんと。はい、どうやら契約者はサバナクローに転がり込んだようです。なるほど、それは少しばかり予想外の展開だ、どうする？シメちゃん？いえ、レオナさんについては放っておいてもいいでしょう。敵に回すと少々厄介な相手では、早めに手を打っておいた方が。彼は基本的に怠惰なオスライオン、面倒ごとに首を突っ込まない主義だ。もちろん敵に回せば厄介という意見には同意ですが、それは相手も同じこと。彼も好き好んで僕と対立しようなどと考えないはずです。ヤブヘビにならないように、今のところは触れずに置くということですね。チェー、あいつ締め買いありそうだったのにな。二人とも引き続き監視を頼みましたよ。はい。So we're gonna be spying and we're also being spied on. Dun dun dun. Dun dun dun. I believe we're now halfway through the book, and so I think I'm gonna stop the recording here, and we'll do the rest in a part two, because otherwise this recording is going to end up really long. So, see you next time! Kella signing out. Bye bye!